どうもこんにちは、松井塾の松井です。マイルドな動画を作ることに定評のある男、松井塾長です。さあ、やっていきましょうということになるわけなんですけれども、まあ知らない人もいるかもしれないんでということですね。はい、まあ何かグループということですね。まあひまそらさんが要するに戦っている何かグループということなんですけど、まあひまそらさんが戦っている何かグループは数が多すぎてですね、一体どっからやりましょうってどっからやりましょうかっていうね、はい、どっからやったらいいですかっていうね、婦人解放のところからやればよろしいんでしょうかっていうね、それとも要するに新北の団体からやればよろしいんでしょうか、新ロシアの団体でやればよろしいんでしょうか、それとも、新中国のところからやればいいんでしょうかっていうね、アナーキストのところからやればよろしいんでしょうかっていうね、まあ、いろんなところがあるんですけれどもね、はい、いろんなところがあるんですけれどもね、はい、一個掘っただけで全部つながってたっていうね、本当の陰謀じゃねえかよっていうね、感じがするんですけれども、はい、こちらということになります。何かグループということなんですけども、はい、こちらということですね。簡単に言うとですね、まあ何が分かったかということですが、私も絶句しました。はい。沖縄は中国に、北海道ロシアにということですね。はい。まあ今日のテーマはこちらですね。沖縄は中国に、北海道ロシアに。ね、まあ、分かりやすいですね。お前一体どこの国の人間なんだっていうんでね、どこの国の要するにスパイだっていうね、どこの国の土台人をやっとるんや、お前はっていうね。はい。いう感じになります。ちなみに土台人っていうのはこれ差別用語では実はなくて、まあ、要するにスパイが拠点とするための要するに、まあ、内通者のことを土台人と呼んだりはしますということになります。よそで使わないね、土台人だとか言ったりしたらお前差別主義者かってなぜか要するに怒られるってケースが多いんですけど、はい、なので絶対に外では言わないようにしてください。いうことになります。はい、では何かグループということになるんですけど、私が一番びっくりしたのは皆さん勘違いしてるんですけど、北海道をロシアに売り渡そうとしてたりとか、北海道をロシアに要するに渡そうとしてるっていう、いうこと自体がびっくりしたわけではありません。これはもうはるかに前から実はあります。はい。いうことになるわけなんですけど、まあ要するにこれ、言っちゃうと、私もまだ未だに、本当はどこどこですって言いたいんですけど、未だに本当にそれホームページ上に書かれたのっていうのが、ちょっと気になって仕方ないんです。さすがに、陰謀を企ててるやつがバカすぎるじゃないですか。陰謀を企ててるやつがバカすぎるんで、私もそれコラじゃないよねっていう風な話なんですね。はい。まあ、いわゆる、まあ、ちょっと団体名仮の名前としておきますが、赤いカーテンを乗り越える会っていうのがあったとしましょう。はい。赤いカーテンを乗り越える会というのがあったとしますが、はい。要するにね、共産主義の壁をね、どんどん越えていっちゃうってね。共産主義の壁にどんどん越えていっちゃうって。私たちは要するに赤い共産主義権のために戦っているみたいなね。はい。そんな感じになるんですけど、まあ、その団体がホームページに載ってたらしいんですよ。プーチン様ぜひ要するに北海道の何々のところを要するに管理していただけるとありがたいです急にみたいなやばいなと思ってやばいなと思った俺正直、うん、やばいなというかアホやなと思った、はい、いう風な感じになるわけなんですけどね、はい、ということですね。だから何回も言うんですけど、無能なスパイは敵、無能なスパイは非常に有効に活用できるということですね、はい、ということで、この中何かグループということでみんな大変だ大変だっていうことになってるんですけど、ホームページに載ってたことは私も絶句しましたが、そのこと自体は別に大変なことではありません。大変なことではあるんですが、大変なことではありません。なぜかというと、昔からあります。はい、昔からあります。皆さんはちゃんと言うんですけど、何回も言うんですけど、一体大学行って何を学んだんだって話です。大学行ったら基本的には要するに安全保障のことを皆さん学びましょうねっていうことになるんだけども、安全保障の時を並ぶって言ったら、まずいかに分かるかというと、大学出た人間なら大半国防について勉強した人間であるならば、共産主義ってやべえよらっていうことが分かってない時点で、一体何のために大学卒業したんだと私は思います。はっきり言いますが、はい、一体何しに大学行ったのっていう話になります。はい、ということになります。で、これは皆さんがどんな職業に就く、どんな風な生活をする、どういう風に生きていく、子供ができるっていう風になるんですけども、皆さんが例えばある日突然、拉致をされたりですね、誘拐されたり、子供が要するに取ってかれたり、ある日突然要するにぶっ刺されたり、なんか知らないけど要するにスパイから要するに直接こういうデータを要するに渡してあげてくださいとかで、皆さんが刑務所に入って最悪の場合死刑になる可能性っていうのはあるわけなんです。これはもうリアルにあるんです、その可能性って。だから大学入った場合に関して安全保障興味ないよって思ってるやつは大学行く必要がない。大学入って要するにそれなりの会社に入って何かをやっていきましょうねとか、起業や独立しましょうねって言ったら、まず間違いなく安全保障上のことを頭に入れとかないと最悪の場合死ぬ。これはギャグではない、これは脅しやブラフではない、はい、ということになります。では、過去にあったことからちゃんと勉強しましょうということになります。過去のことを勉強すれば今のことは大体わかりますということです。はい。過去にあった事例ということになります。
ただこれちょっと要するにややこしくなってくるので皆さんいいですか。私も要するにこれちょっと団体名に関してはぼかして皆さんにご説明します。いいですか。はい、日本同盟ですね。はい、日本同盟、はい、日本同盟っていうのがあるらしいです。はい、いやこれも要するに正式名かどうかっていうことに関してはよく私もわからないんですよね。はい、あ、これあくまで私の要するに妄想で書いてる文章なので、あ、気にしないでください。はい、ということでもう一個ですね、第4ですね、ナショナルっていうね、第4ナショナルっていうね、はい、僕ナショナルってね、パナソニックナショナルとかね、パナソニックな、まあ今パナソニックですけどね、パナソニックナショナルしか知らないですけどね、4番目のナショナルがあるみたいですね。はい、というのがまあこんなんが仮にあります。検索しちゃダメよみんな、検索しちゃダメ、検索しちゃダメ、はい、ということになります。じゃあこういった人々が一体どういうふうな経緯で何年にどういうことを言っていたかということになります。よろしいでしょうか。この程度はウィキペディアとかでも載ってるレベルの話です。はい、ウィキペディアから要するに参考文献乗っかってそれを要するに調べていけばまあ誰でもたどれるよっていうレベルになっています。はい、知らないのは恥ずかしいですよ。いいですか。まずこの要するに、グループっていうのは何を要するに主張してきたかっていうと、アイヌ独立論と琉球独立論です。簡単に言うと、つまりもともと北海道っていうのはアイヌ民族が住んでいた土地だよねって、だからアイヌって独立しなきゃいけないよねっていう話が1点と、琉球独立論っていう話になるんですね。はい、で琉球独立論っていうことになるんだから、琉球っていうのはもともと要するに日本じゃないよね、琉球だよね、じゃあ独立したらいいよねみたいなことをまあ言ってくるということになるんですね。つまりアイヌ独立論が北海道の独立論のことを言っている。琉球独立論っていうのは沖縄の独立論のことを言っている。でこれは敵側から見た場合に関して北海道っていうのは非常に要するに攻め込みにくい場所になるんです。わかりますか。北海道っていうのは非常に 山脈とかもろもろが要するにいっぱいあるという感じになるので、サハリンからですね、戦車隊を要するに送り込むときにどうしてもこの北海道っていう地形が邪魔なんです。わかりますか。ということで北海道がもし独立してロシアに編入されましたってなったら、まあ、明日から要するに日本の安全保障は対外脅かされるということになります。で2つ目がこの琉球独立論ということになるんですけど、沖縄の地域っていうですね、これは中国の要するに船団が要するにですね、太平洋であったり南シナ海であったりとか東南アジアとか南アジアに要するに侵略するときに関してっていうよりも、そこの要するに回廊を要するにですね、止めてしまうと、封鎖してしまいたいということになるんで、この琉球っていうのが中国側からの視点で見たときに日本側から見て、非常に邪魔な地域にあるよということになる。ということは沖縄 と、北海道っていうのはで第三国、つまり中国やロシアからの狙い道になってるよということになってくるわけなんです。この2つを皆さんしっかりと覚えておいてください。ところがですね、アイヌ独立論、琉球独立論っていうのは初めは唱えていたんですが、あまり流行らないんですね。アイヌ独立論、琉球独立論とかひたすら叫ばれてもですね、こいつ頭やべえやつじゃねえかというふうになるわけなんです。で、その場合手を変え品を変えやってきたという感じになるんです。はい、アイヌ独立論、琉球独立論って見て、言ってね、ひたすら言ってて、うん、アイヌ独立した方がいいよね、琉球独立した方がいいよねって思うやつは、もうスパイかなんかですか、君たちっていう、はい、中国かな、どっかのスパイの方ですかっていう、ロシアのスパイの方ですか、それとも統合失調症か病院行った方がいい方ですかって、すまんけど、だから俺、これ、唱えるやつは基本的に俺、関わらないでねって言って、そういうことなんです。なんで俺、要するに捕まらなあかんねん、公安警察に捕まるの嫌やって。はい、っていうことになるんですが、これがまあ1960年から1970年ぐらいにこう展開してたんですね。ただ、これ言っててもラジが開かねえぞっていうことになったんで、出てきたのが1980年から1990年に出てきたのがエコロジーですね。つまり環境に優しく、エコに、エコに、エコにっていう感じになるんですね。そしてもう一つが反家畜論っていうのが出てきました。はい、どっかで聞いた話ですね。なんかつい最近聞きますよね。ね、なんかつい最近かビーガンとか聞きますよね。はい、つまり環境を要するに良くしていくこと、つまり環境に優しい生活、エコな生活をしていきましょうねっていうのと、家畜を食べない、家畜はこんなにかわいそうな気持ちになってかわいそうな、こんな鳴き声をするんですよとか言って感情に訴えかけるということですね。まあバカにとっては効果的なんでしょうけど、最近まあこれを信じるやつもなかなかいないですねという感じになってくるという感じになるんですけどね。最近なんかインターネットでなんかやたら流行ってたりしますよね。あれなんか数の水増ししとんちゃうかって思うぐらいね、バン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 来るんですけどね。ということになります。だからビーガンやっててもエコロジーやってて、アイヌに傾倒してて琉球に傾倒してたらもうどっぷりも最悪ですね。はい、でまだあります、まだまだあります。でこっから1990年から2000年という感じになるんですけど、ここで流行ったのがですね、ここで要するにどん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 主張したのがフリーメイソン陰謀論とあるイルミナティ陰謀論っていうね。あ、これが全部フリーメイソンのせいですとかね、イルミナティのせいですとかね、はい、いう感じになります。
なので、芸能人とかいろんな人とかが要するに結構フリーメイソンとかイルミナティとか面白おかしく要するに操ったりしてますけど、そんな簡単に扱っていいんですかね。オタクらやってること下手すると共産主義者と同じことやってるんですけど、うん、いいんですけど、取り扱うならちゃんと取り扱うんやったらいいと思うんですけど、フリーメイソンイルミナティってマジで要するにこれ共産主義革命を起こしてやろうって人たちが使った手口そのまんまなんですよ。それと同じこと言ってるってやばないんですかって思うんですよ。はい。そしてもう一つがこちらですね。反ユダヤ国際金融っていうですね。はい。反ユダヤと国際金融資本っていうことですね。はい。という感じになるんですけど、もうユダヤは要するに、ユダヤの陰謀、ユダヤの陰謀っていうね。まあこれはね、ユダヤですよとかね、いう話をし出すっていうね。結構保守論客とかでも、結構要するに寝返ったりとかしますし、そういうふうに傾倒しちゃう人っても結構います。で、まあ国際金融資本って、この使い古されたってことですね。国際金融資本ね、世界を国際金融資本が仕切ってるっていうね。三菱って何番目か知ってるかっていうね。はい。三菱東京 UFJ って何番目やったっけ言ってみようかってね。はい。国際金融資本 JA って知ってるかっていうね。はい。よく言うんですね。はい。なんかこう、この世界の要するに穀物飼料で酒田の種とか知ってるかっていうね。日本舐めてんのか前っていうね。はい。世界の農業市場を要するに牛耳っている何々とかね、だから JA って知ってるかとかね。はい。というふうな感じになるんですけど、日本の金融資本舐めんといてほしいんですけど、みたいなね。はい。話になるんですけどね。国際金融資本っていうね。いろいろあるらしいんですよね。世界を牛耳る国際金融資本っていうね。はい。で、まあ、それが要するに、こう、話すと、最終的に行き着くのはこれ、爬虫類宇宙人っていう、ね。爬虫類宇宙人が世界を支配しているっていうね。はい。なんかワクチンの時にありましたね。なんかワクチンの時にありましたね。はい。あ、違うかったっけ？もうお分かりですよね？とか言ったんですか？はい。ということなんですね。つまりこういうことになるんですね。皆さんね。はい。愛の独立論を言ってたり、琉球独立論を言っていたり、エコロジーを言ってたりとか、環境問題についてのエコロジーを言ってたりとか、家畜に対してなんか良くない、かわいそうだって、ビーガンを進めなきゃいけないって言ってたりとか、フリーメイソンの話でやったら世界をなんか牛耳る陰謀がいるとか、イルミナティがとか言い出したりとか、反ユダを言い出して国際金融について言って、あげくの果てには宇宙人が電波を送ってくる、5G の爬虫類宇宙人が5G で電波を送ってくるって言ったら、もうお分かりですよね。はい、ということになるんですけどね。はい。なんでだろうね。どうしていつもね、陰謀論とか掲げてるからとかね、口酸っぱくなんか保守論客とかね、なんか要するにいろいろこうなんか声高に叫んでる政治家の皆さんとかね、暇空あかねさんが非常に大変な思いされてますとか大変苦労されてますって一個も声上げてこないですよね。我々もこういうふうにして要するに文書公開してるかどうかってこっちで要するに調べます。で、公開できるやつは順次公開しますってやってる政治家、威勢のいい政治家の皆さんの中でそういう政治家の皆さん見たことないんですけどね。ほとんど見たことがないんですけどね。なんででしょうかっていう話ですね。はい。今こそ皆さん言うべきじゃないんですかっていうね、保守論客とかいつも威勢のいいこと言ってる政治家の皆さんとかね、保守論客で YouTube でバンバン言ってる人とかね、はい、陰謀論バンバン垂れ流してるとかね、そういうふうなことでいろいろあると思うんですけれども、皆さん一切喋らないですね。はい。ということになるわけなんですけども、宗教系にしてもいろいろとね、あるんですけどね、なんで言わないのかなって、私は不思議で仕方がないんですね。はい。ということになります。よろしいでしょうか。皆さん、もうお分かりですよね。はい。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。